岡田武史は、日本の元サッカー選手、サッカー指導者。現在は、FC 今治運営会社、株式会社今治、夢スポーツ代表取締役、日本エンタープライズの社外取締役、情勢国際大学特任教授、日本サッカー協会参与。選手時代のポジションはディフェンダー。小賀電機工業サッカー部でプレーし、サッカー、日本代表として、 国際 A マッチ24試合に出場。現役引退後は指導者の道に進み、サッカー、日本代表のコーチを務めていた1997年、カモアマネヌ鋼鉄に伴って、監督に昇格。日本代表を初の FIFA ワールドカップ出場に導き、1998FIFA ワールドカップ本大会でも指揮を取った。2007年から再び、日本代表の監督を務め、 2010フィファワールドカップでベスト16。クラブチームではコンサドーレ札幌横浜 F マリノス中国の甲州緑城の監督を歴任した。横浜 FM では2003年2004年と J1 リーグ連続優勝を果たし日本が世界に誇る最も優れた名監督の一人とされる。おっかちゃんの愛称で知られる。メガネがトレードマークで 現役時代にはメガネを外さずプレイしていたこともある。大阪市生まれ、父は産婦人会。手塚山学院小学校時代は、大阪球場を本拠としていた南海ホークスが、運営する南海ホークス子供の会に入会して野球に明け暮れ、ホークス応援のために大阪球場へと通う野球少年だった。ホークスでは、ファースト、学校のクラブではピッチャーであった。 中学に進学すると野球部の上下関係の厳しさを目の当たりにして自分には向いていないと考え当時1968年メキシコシティオリンピックでの代表チームの活躍で脚光を浴びたサッカーに熱中するようになる。中学時代にはドイツに行ってプロになると言って両親を困らせ両親から相談を持ちかけられた産経新聞運動部長。 香川博史に悟されて思いとどまる。大阪府立天皇寺高等学校入学後もサッカーを続ける。同校は進む学校であり、サッカーでは全く実績がない高校だったが、岡田は3年時にユース代表に抜擢され、クウェートで開催されたアジアユース選手権に出場した。天皇寺校では監督は試合の時しかいなかったため、 日々の練習メニューは首相である岡田が考え、実践していた。一年間の浪人生活を経て、早稲田大学政治経済学部に入学。サッカー部の部長である、堀江忠夫からは、おそらく一年間浪人して勉強したとしても、合格するのは無理だろう。私が推薦するから、体育選考を受験するようにしなさいという手紙を受け取ったが、 それが帰って自身のやる気に火をつけたと振り返る。老人生活の間に10キロ以上太り、大学では当初、サッカー部には所属せず、サッカー同好会の稲穂、キッカーズに在籍していたが、それを知った日本サッカー協会の関係者たちに説得され、6月になってからサッカー部に入部する。早稲田大学時代には、ユニバーシアード、日本代表に選ばれた。 大学時代に知り合った2歳年上の八重子夫人と、大学4年の時に結婚。二男一女の父。大学卒業時、岡田は、マスコミ業界への就職を志望していたが必ず、1980年に、小賀電工に入社。社員として働く傍ら、小賀電機工業サッカー部に入団。大学時代と変わらず頭脳派のディフェンダーとして、日本リーグで活躍。 1985年に9年ぶり2度目のリーグ優勝。1986年に日本のチームとして初となるアジアクラブ選手権優勝に貢献した。JSL 一部での通算成績は189試合9得点。1985年にリーグ優勝した際に監督だった記憶も英順は当時の選手には珍しく理論を持っていた。 身体能力や技術は高くなかったが、予測能力が高くて、声で周りを動かせた。そのコーチングが非常に的確で、声を出す選手というのは往々にして自分は逃げ回る、タイプが多い。汚れ仕事は人にさせて、美味しいところだけ持っていくような。岡田は、最後は、自分の体を腫れたと岡田を評する。同年の古川が採用していたゾーンのラインディフェンスに、 ついても、岡田がいたからやれた守り方だった。戦いの意図を、後ろから的確に伝えることができたからと語る。1990年1月20日に行われた、ゼロックススーパーサッカーの日本リーグ、選抜対バイエルミュンヘンの試合が、キャリアの晩年に差し掛かっていた、岡田の転機となった。この試合で、日本リーグ選抜は前線の末から値で敗れる。 日本リーグ選抜の首相を務めた岡田は海外トップチームとの対戦を通じてその埋めがたいさを身をもって実感して現役引退を決意。自分がバイエルンの選手たちに追いつくのではなくどう指導すれば彼らに勝てるような選手を育てられるかに関心は移っていった。1980年6月1日のジャパンカップのエスパニョール戦で日本代表にデビュー。 1982年、インドニューデリーで開催されたアジア大会に出場。当初発表された代表メンバーに、岡田の名はなかったが、当時の代表首相、前田秀樹の負傷、参加事態により、岡田が追加招集された。背番号は、前田の球をそのまま背負った。この大会で準々決勝にまで駒を進めた。日本代表は0の1で、イラク代表に敗れたものの、 岡田自身は2試合に起用され、1982年11月25日の一時リーグ、韓国戦ではロングレンジからのシュートで代表初にして唯一のゴールを決めた。1984年のロサンゼルス五輪最終予選では加藤久志と並んでセンターバックのレギュラーとなるはずだったが、初戦の3日前に肉離れで離脱した。 1986FIFA ワールドカップ地区予選では、加藤の控えとして、ベンチを温めた。その後、代表監督に就任した石井義信は、チームの軸として、加藤、岡田、木村和氏を念頭に置いていたが、すでに代表チームでプレーするモチベーションを失っていた。岡田は誘いを断り、小賀でのプレーに専念するようになった。最終的に国際 A マッチのキャップは十四を、 数えた。現役を引退した翌年から、小賀電工のコーチに就任し、指導者としてのキャリアをスタートさせる。1992年に、ドイツへとコーチ留学し、1993年に、帰国後は、J リーグ発足に湧く日本サッカー界に戻り、古巣、古川が母体となったジェフ市原でコーチを務めた。市原とは、プロ契約を交わし、 記憶も英順監督の下で主にサテライトチームに携わる。この年に行われた 1994FIFA ワールドカップアジア最終予選のイラク戦の NHKBS1 でのテレビ中継のスタジオ解説を田島光造と共に務める。1995年にはサッカー日本代表コーチに抜擢される。1994年に鴨天アが 日本代表チーム監督に就任した際、カモは前任のファルカンのチーム計画を一旦白紙に戻し、前々人であるハンスオフトが行った、チーム作りを継承すべく人材を集めていた。オフトの下でコーチをしていた、経験のある、記憶も英順にもコーチの話があったが、記憶もは断り、その代わりに、岡田を推薦。しかし、カモと岡田はほぼ面識がなく、 また岡田は指導者としての経験が浅いので、やりがいを感じていたジェフでのコーチ業を優先すべくこの話を当初誇示していたが、記憶もに熱心に進められて、代表のコーチに就任した。岡田の一大転機は1997年10月、フランス W 杯最終予選にて代表チームが、アジア予選で、敗退濃厚の窮地に陥り、鴨監督が更迭されたことから始まる。 岡田は、その時点でのチームを把握していることが重視された、結果として、まず代理監督として指名され1997年10月、対ウズベキスタン戦で指揮。終了直前に1ゴールを決めて、ドロー発進するも、岡田は、内心ある程度の確信を持つ。カムコーテツ直後、キューバで、コーチからの監督起用で、ウズベキスタン戦のみの就任であり、岡田もこれを、 了承したものだったが日本に帰国後、鴨に挨拶をして、話し合い、現状を鑑みて、他の者に監督を任せるのはリスクが高いと判断して、監督続行を申し出る。コーチの枠は、空席のまま代替として、小野剛教会員がチームに帯同。最初の一試合を乗り切った岡田は監督へと昇格を果たしたものの、当初は、急場しのぎとの味方が大勢を占めていた。 しかしカモによって、代表から外されていた中山正白をチームに再招集するなどの手こ入れも、功を奏し、日本代表は息を吹き返す。最終的に、イラン代表との第3代表決定戦の末、予選を突破し、ドタンバから日本代表初の本戦出場を果たした。この歴史的な結果を受け、本戦に向けての正式に監督に任命される。 1998年の本戦直前にメンバー最年少の市川大輔、そして不審に陥っていた中心選手の三浦和義と北沢剛をメンバーから外したことで当時その是非がマスメディアやサッカーファンや世論の間で議論を呼んだ。本戦ではグループリーグ1勝1分1敗の勝ち点4で決勝トーナメント入りを目指すと表明したが参戦、全敗。 得点も中山正史による1ゴールのみでグループリーグ敗退。大会終了後のテクニカルレポート作成を最後の仕事とし代表監督を退任した。監督退任後半年余りの期間は衛星放送ワウワウにてイタリアセリエ中継の解説を担当、取材で当時ユベントスを指揮していたマルチェロ・リッピ監督と対談し、サッカー間、戦術面での影響を受ける。 また後に横浜 F マリノスにて J1 優勝を果たした際に立比から祝電が届くなど交流を生むきっかけとなった。1999年に j に降格となったコンサドーレ札幌の監督に就任。自身初となる J リーグの監督としてさらに前年にワールドカップ日本代表を率いていたこともあり、報道も多く注目度、期待度が高かったが、 就任1年目は J1 昇格争いには加われず J2 リーグ5位に終わった。シーズン終了後、札幌監督就任から続いた再配時のスーツ着用をやめてジャージ着用に変え、自身の発想も転換した以外にも、チームの戦術、選手の意識、さらにはフロントに至るまで大胆な改革に着手。スカウティングも自分で行った。 二年目の二千年にはこれらの努力が結実し、2位の浦和レッズに勝ち点十二差をつけて、j に優勝二年での一部復帰を果たす。チームとしても j に発足後初の J1、自らも監督として初の J1 となった2001年は、年間11位、セカンドステージ、14位の成績を収めて、J1 残留に成功。ここを区切りに札幌の監督を辞任し、 解説者の視点から世界のサッカーを見つめ直すこととなる。札幌を指揮した期間では、エメルソンやハリトリュウジ、山瀬孝治、今野康之など若い才能を発掘、起用した。さらにこの年、当時 J2 だった大分トリニータから獲得したウィルが、得点王に輝くなど、監督としての才能を十分発揮させた。2002年は、サッカー解説者として活動。 フィファワールドカップ日韓大会では NHK の解説者を務めフィリップ・トルシエ退任後の時期日本代表監督候補にも噂された。2003年横浜 F ・マリノス監督に就任。充実した戦力を率いた1年目のファーストステージからいきなり優勝を飾り、その予勢を買ってセカンドステージも優勝。就任1年目にして完全優勝の栄冠を手にした。 2004年もファーストステージを制し、J リーグ史上初の3ステージ連覇の偉業を成し遂げる。浦和レッズと争ったサントリーチャンピオンシップでは2試合の通算得点が同点となり、延長戦を経て迎えた PK 戦を制して、2年連続の年間王者に輝く。2005年も優勝候補の一角に挙げられていたが、AFC チャンピオンズリーグや A3、 チャンピオンズカップとの過密日程、また代表戦における主力の離脱により順位は低迷。結局、9位という期待外れの成績に終わる。成績低迷の責任を取り監督を辞任するとの観測も流れる中、2006年以降も横浜 FM で監督を続投することが公式に発表された。復活を期して臨んだ2006年は開幕4連勝を飾ったものの、 その後急激にチームコンディションが悪化。再浮上のきっかけがつかめないまま18節終了時点で自力優勝が消滅し、19節の大宮戦終了後に辞意を表明。翌8月24日に辞任し、3年半にわたった横浜での式にピリオドを打った。表面上は家族を亡くしたこと及び成績不振によるものとされているが、真の理由は、 強化方針をめぐるるる。フロントととの確にあるとも、言われている岡田は後に、俺は自分の指導者としての限界を感じていたのではないかと語っている。本大会出場を決めて歓喜する日本代表チーム、日本サッカー協会の特任理事として活動中、次期日本代表の日本人監督として名も上がっていた中、2007年11月に日本代表のイビチャをシしむ監督が、 急性脳高速で緊急入院し、2008年2月の W 杯予選で指揮を取ることが困難になり、小野剛日本サッカー協会技術委員長から後継監督として打診を受ける。その際、尾野は元浦和監督のホルガー・オジェックらが、オシムの公認日本代表監督候補に上がる中、岡田に打診した理由として、オシムが築いてきた土台の上に新しい色、個性を積み上げられる。 強烈なリーダーシップ、求心力を持っている。翌年2月6日の予選まで与えられた時間が少ないためにコミュニケーション能力がある監督としての3点を挙げている。2007年12月7日、日本代表監督再就任が当時日本サッカー協会会長だった川淵三郎によって正式に発表され2008年から指揮を取るようになった。なお、ワールドカップで 通算成績が0勝3敗の監督が再度同じ国の代表監督をするのは史上初であった。前回の在任時はコーチ陣と同じジャージ姿での再配が話題となったが、再就任後は2008年7月に日本サッカー協会会長に就任した犬飼はじめ賞の指示でスーツ姿で指揮を取ることが多くなった。2009年6月6日、 W 杯南アフリカ大会アジア最終予選の第6戦。アウェーでのウズベキスタン戦を1の0で勝利。グループ A をオーストラリア代表に次ぐ2位で通過し、日本代表を4大会連続4度目の本大会出場に導いた。なお、この試合の終了直前に審判に異議を唱えたとして、監督生活発の退席処分を受けた。国内組で臨んだ2010年と、 アジアサッカー選手権では4チーム中で3位。その後、同年4月7日のキリンチャレンジ杯、セルビア代表戦では0の3で敗れ、4月26日にサポーターから日本サッカー協会へおよそ1000人による解任の署名が提出された。また、五月十四日に行われたキリンチャレンジ杯の韓国代表戦にロの二で、 敗退した後に、犬飼はじめ賞日本サッカー協会会長に対して、身体伺いとも取れる発言をしたとされることや、5月30日のイングランド戦にも敗退し、6月4日のコートジボワール代表戦まで4連敗を喫し、決定力の低さを解消できないことなどを受けて、国内のサポーターやマスコミからは、岡田の監督連投や、選手の起用法に批判が集中し、 ヤフージャパンが行ったインターネット調査では、サポーターからの支持率がわずか16%という低さであったため、ワールドカップ中の解任すら、マスコミ上で取り沙汰された。岡田は今大会における目標を、ベスト4入りと表明していたが、親善試合で結果が出せなかったことから、その目標は、非現実的だとして、国内外のマスコミに告評され続けたほか、 グループリーグの対戦相手発表を受けて、セルジオ・エチゴや鎌本・国重、杉山・茂ゲなどのサッカー評論家が一生もせぬままの、グループステージ敗退を予想するなど、サポーターやマスコミに渦巻く、不信感と低評価の中ワールドカップ本戦に臨んだ。しかし、格上と見られていたカメレウン代表と6月14日に行われた初戦では、前半に入れた1点を守り抜き、1から0で勝利した。 なおこの勝利はワールドカップの国外開催大会での初勝利であった。その後6月19日に行われたオランダ代表との第2戦は0から1で負けたものの6月24日に行われたデンマーク代表との第3戦では前半に2点を入れた後も終始リードを保ったまま3から1で勝利を収めグループリーグを2勝1敗の勝ち点6とし国外開催大会で 初めてのワールドカップ決勝トーナメント進出を果たした。このサポーターやマスコミの多くが予想していなかった快進撃に国内外のマスコミはこれまでの批判的な姿勢を一転し、岡田の再敗を絶賛する論調ばかりとなっただけでなくグループステージで見せた日本代表の堅い守りをイタリア代表のカテナチオをもじって岡ナチオと呼ぶ記事すら現れた。 大会前の4連敗も、あえて、格上と戦ったことが、決勝トーナメント進出という結果として現れたと、評価を一転させた。さらにインターネット掲示板にやツイッター上を中心に、かつて岡田に対する非難や不信感を表明していた、ものからの謝罪の表明が、相次ぐ事態となり、おっかちゃん、ごめんねという言葉は2010年の新語、流行語大賞にもノミネートされた。 日本サッカー界史上初のベスト8進出をかけたパラグアイ代表との決勝トーナメント1回戦は90分では決着がつかず0から0のまま延長戦に突入した。しかし延長戦でも決着がつかず日本代表史上初めてワールドカップでの PK 戦に突入したものの結果的に3から5で敗北した。しかし日本代表としての様々な記録を残したチームを 作り上げた手腕に対し、開幕前との評価とは一転して、名称、感謝と称賛する評価が相次いだ。日本代表監督としての契約が同大会を最後に切れることになっていたが、試合後の会見で改めて今大会を最後に退任する意向を表明した。また、一部ネットニュースでは、人望の厚さや人脈の豊富さから、将来の日本サッカー協会会長へという声も出た。 2010年7月25日に行われた日本サッカー協会の役員会選で JFA 理事に就任した。これは JFA の新会長となった小倉淳司の推挙によるもので、小倉は今後岡田がどこかのクラブの監督となった場合も、兼務で理事をやらせると語った。当時は主に環境問題を担当したが、2012年6月の役員会選で理事を退任している。 また2010年8月にはワウワウの専属サッカー解説者となることが発表され、以後同局のリーガエスパニョーラ中継の解説を担当した。解説者就任に伴い開かれた記者会見では海外から代表監督のオファーを受けていたものの断っていたことも明らかにされた。2010年11月アジアサッカー連盟より日本人では桑原隆 西野明以来3人目となる AFC 最優秀監督賞を受賞。2012年から中国サッカースーパーリーグの甲州緑城、即級クラブにて指導者に復帰。2013年11月6日契約を1年残し、退任を発表した。また当面は監督につかないことも発表した。2014年2月、デロイトトーマツコンサルティング特任上級顧問に就任。 同月には内閣府選択する未来委員会の委員に就任し、主に教育問題に取り組んでいる。2014年11月、四国サッカーリーグ FC 今治の運営会社に出資し、同チームのオーナーに就任。指導者ではなくあえてオーナーとなること、それも地域リーグのクラブを選んだ理由について岡田は、 日本のサッカーはこのままでいいのかという疑問に対する一つの答えとして日本のサッカーはこういうものだという方が必要だ。それは代表監督や日本サッカー協会が作るものでもない。むしろクラブから生まれるべき時代が来ているという結論に至ったこと。当時 J1 と J2 のクラブから全県監督としてのオファーがあったものの新しいチャレンジをするために潰すべき既存の枠組みも その分大きいし、時間もかかる、小さいチームなら、時間はかかるかもしれないけれど一から始めることは、比較的簡単という考えから、大学時代の先輩がオーナーをしていた FC、今治からのオファーを受け入れたと述べている。J リーグの試合解説やサッカーに関わるインタビュー、等の媒体出演、講演などは引き続き活動。2016年3月、 日本サッカー協会副会長に就任。2018年3月に、更新に道を譲るため公認 S 級コーチライセンスの更新を見送り、大会申請書を JFA に提出した。2018年3月末の S 級登録抹消で、サッカー指導者としては、名実ともに勇退した。また、2018年3月24日付で、JFA 副会長を退任し、 日本サッカー協会参与となった。2018年4月12日、JFA シニアアドバイザーを移植されることが決まる。ほか J リーグの試合解説やサッカーに関わるインタビュー、等の媒体出演、講演などで活動。2019年6月13日、理事会にて、第16回日本サッカー殿堂入り決定。1986年度の天皇杯は、小賀電工が、 アジアクラブ選手権1986-87、出場のため自体、JSL 東西対抗戦4回出場、1982年、1984年、1986年、1988年、JSL 選抜チーム単著強調関連書籍。ありがとうございます。